伝道者の書、四章。私は再び、日の下で行われる一切の椎げを見た。見よ、椎げられている者たちの涙を。しかし、彼らには慰める者がいない。彼らを椎げる者たちが権力を振るう。しかし、彼らには慰める者がいない。命があって、生きながらえている人よりは、 すでに死んだ死人に、私は祝いを申し上げる。また、この両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ。私はまた、あらゆる労苦と、あらゆる仕事の成功を見た。それは、人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく、風を追うようなものだ。 愚かな者は腕組みをし、自分の身を食いつぶす。片手に安らかさを満たすことは、両手にロークを満たして風を追うのに勝る。私は再び火の下で虚しいことを見た。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もいない人がいる。それでも彼の一切のロークには終わりがなく、その目は富を求めて開くことがない。 そして、私は誰のためにロークし、楽しみもなく、自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく、辛い営みだ。二人は一人よりも勝っている。二人のロークには、良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれる者の,のいない。 一人ぼっちの人はかわいそうだ。また、二人が一緒に寝ると暖かくなる。一人ではどうして暖かくなるだろうか。一人なら打ちまかされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。貧しくても知恵のある若者は忠告を受け入れなくなった、年老いた愚かな王に勝る。そのような若者は、 牢獄から出て王になる。たとえ、その王国で貧しく生まれたものであっても。私は見た、日の下を歩む生きている者が皆、王に代わって立つ、後継の若者の側につくのを。その民すべてには終わりがない。彼を先にして続く人々には。後に来るその者たちも、後継の者を喜ばない。これもまた虚しく。 風を追うようなものだ。